愉快だね。やめた。ゼルダの伝説とかバカらしい。俺これずっと見とくわ今日。俺を試す。俺は自分を自身を試す。このサノバを2時間実況するわ。いいな。ボックス。これで俺に明日があるさを歌わせたいね。ドゥン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 ゴロ天使ダイナモンの弟子誰だよこいつ。何このブス。ダイナモンの弟子。俺ダイナモンの弟子と付き合ってるらしい。どうやら。皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。楽しかったよな。なんやかんやで。いろいろあったよな。まあ、15分だったらいいや。今1時間半覚悟したけど。10分ぐらいだったら待つか。なんで増えてんだよ。何のこれ、ネットネットってことか。おめえ、切れてビッグトーナメントゴルフ会にすんぞ。よし、さてと、温まってきたな俺も。ソフトの更新データをダウンロードする前に本体の更新が必要です。今すぐ更新な、何どういうこと。今やったんじゃないの。あれ、今やった、今やした更新は何。何これ、また更新、更新すればいいのこれ。更新するよ、更新するよ、更新するよ。は、今やったじゃん更新。更新があるか確認しています。あー、すげえ時間かかるわ。あと8時間ぐらい。あと87時間かかる。ゼルダの本編より高い。本編より長い。あ、4分だ、4分。よかった、よかった。あ、それでは、皆さん、長らくお待たせいたしました。正座をしてやらせていただきたいと思います。ついに俺もゼルダの伝説を生放送で実況する時が来たんだなと、この事実を粛々と受け止め、今日も一生懸命実況プレイをしていきたいと思います。この画面から動かない。すごいな、これギネスに送ろう。何回更新してんの。まあ記録っていうのは破られるものに、破られるためにあるからな。更新していこう。どん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 。殻を破れよ、うんこちゃんと。そういう、ゼルダからの、メッセージなのかもしれない。ゼルダからも。ちなみに Wii U の電源つけたのは、ピクミン3以来だから、まあ、8年ぶりぐらい。ですね。しばらくやってなかったです。ほこりまみれの Wii U で。やらせていただいております。楽しみだね本当に。久々にゲーム機つけるとこれだからやだな。いやでもいいじゃん、このさ、お父さんとお母さんとさ、ゲーム買いに行ってさ、車でゲーム買いに行ってさ、ハローマックとかに買いに行ってさ、でゲーム買ってもらって車の中で説明書読んでる時のあの高揚感、最近味わってるか。携帯一つでポチ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 済ませてないか。俺はそういう奴らに異を唱えたい。この時間が大事なんだよ。前儀、いわば。前儀。助走。バネ。俺どっち見てゲーム実況する？どっち見ればいいんだろう？パッと見ればいいのかな？どうする？またアップデート入ったら。なんか今月中にクリアしてえな。おい待って、まおい、サマーズの大竹見てえな、あれしてるな、うんこちゃん。待ってたぜ、つって。ごめんな、待たしちゃって。二次元のうんこちゃん。だいぶ待っただろ。半年ぐらい待ったよな。今日はよろしくな。いつでも準備満タンだね。
こういうのが大事なんだよ。いつでも行けますっつって、ガソリンタンク、いや送らねえや、いつもいつも聞いてきやがってよ。これちなみにね、このミーね、ちゃんと顔写真で作ったんだぞ。手作りじゃねえからな。最後がゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、9時破壊し予定が1時間かってしまいましたが、今度こそ2回更新すんだよ。お前更新の準備しかしてねえじゃねえかよ。何をやっとるんだバカどもが。更新してるじゃねえか常に。何これ、4度目の更新だよ。分かった、もう電源切らねえわそれでいいだろう。おい電源切らねえわ一生。よし、そうしよう。